안녕하세요안녕하세요오하요다이마스오하요다이마스 Now we are with the Professor Woo-Won Nam at the Yonsei University at the Wanji City in South Korea, and the HEC team is interviewing about digital inclusion and healthy aging to Professor Nam. Professor Nam Sensei, may I ask you about the very good digital inclusion in Korea among the seniors, and then how its impact on their health? おはようございます。韓国の場合はですね、お年の方が最近急速に増えてますよね。それで単身夫婦がですね、一人暮らしの方が増えてますよね。そうすると家族関係も弱くなるしですね、それで周りの方との関係も弱くなるからですね。今順天堂大学の三尾先生が研究しているデジタルインクルーシブというプロジェクトはですね、非常に韓国のお年の方にもですね、助かりますよね。その理由としてはですね、モバイルフォンを利用してですね、友達と連絡したりですね、それで自分が好きな花とか、自分が好きな何とかものが見えたらですね、それを写真を撮って友達に送りますよね。それで連絡する時も韓国ではカカオというSNS がありますのでですね、それを利用して頻繁に連絡することが可能で、いろんな意味としては本当にいいじゃないかなと思います。それで2番目としてはですね、韓国の場合は銀行もあるしですね、お年の方が住んでいる町の中にですね、キッシュ現金ドルキッシュマシンがありますよね。その時、カード1枚だけ持ってですね、お金ドルしですね、それでそのカードを持ってフェミリーマートとかに行って、自分が好きなものは全部買うことが可能でですね、非常に生活にですね、便利な生活になっている段階だと思います。ありがとうございます。